はい、ありがとう生態の平野です。まあ、コロナ騒動でね、大変な皆さん、生活を送っていると思いますけども、元気で、私は元気でやっています。またコロナ騒動がね、落ち着きましたらぜひね、ありがとう生態に来ていただきたいんですけども、まあ、今回のテーマはですね、心配を、まあ、心配症、これはまあ人間の本能としてね、あってまあ当たり前な部分があるんですけども、まあ、あまりにも強すぎるとですね、それが体にね影響してしまう、そしてその、過度な心配の、まあ、エネルギーをね、抜く作業として、私はこの肘のね緊張を非常に重要視しています。心配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 、肘にすごい力が入りますよね。この、肉体的な姿勢で姿勢から来るエネルギー的な、まあ、ブロックですね、心配のブロック、これを抜くためにはですね、この肘の緊張を抜いて、まあ、腕がこうしなるような状態にねしなければいけないというふうに考えています。これはまあスポーツねやってるか、まあ、特にテニスだとか、まあ野球のねこう投げるボールを投げる人たちはね、非常にこれまた使える趣味だと思うので、ぜひねそういう方もですね来ていただけるとありがたいなと思っています。よろしくお願いいたします。